今ですね、中心のオレンジの、バラさんなんですけども、下の方にね、結構枯れっぱあったんで、これ、全部取ってあげました。やっぱりそういう処置をしてあげるとね、かえっていいかもしれないですね。元気よくなるかもしれません。まあ、悪い葉っぱはね、もう、ポロポロ落ちちゃうんで、もう、枯れた葉っぱは手でこう、つまんで、外してあげるということをしてあげた方がいいかなと思います。今見たらね、つぼみ、下の方にもね、ほら、こんな立派なつぼみ、これか。立派なつぼみがね、下の方にね、出てます。まあ、シュートと言ってもいいかなと思うんですけども、そんな感じのね、枝がピョーンって一本出てまして、つぼみ、ここにドガンってこうあります。小指の先ぐらいのつぼみです。今、あと下の方の枯れっぱは全部こうやって取ってあげました。結構ありますよ、ほら。ね。やはりそういった処理してあげた方がいいかなと思います。あとはまた、勢いよくなってくれるんじゃないかな、少しは。そんな感じがします。下の方からシュートを出ると力強いよね。こんな感じかな。濃いピンクのバラ、ひろこさん。これについてもね、いらない葉っぱ、もうダメになるような葉っぱ、こういう葉っぱがね、もうこういうのはね、もう先にもうどんどん取ってあげた方がいいと思います。その他のピンクのバラさんもね、少し取ってます。あそこにも落ちてますけども。ピンクのバラさんも少し取ってあげました。枯れっぱはね、もう先に、取った方がいいと思います。あと、ここ掃除して今日終わりです。やはりね、もう花を剪定します。で、花を剪定する場所なんですけども、見えるかな。これですね、これ。ずーっと来て、ここに芽あるんですよ、これ。ここにも芽あるんですけども、この下にも、こう、ずーっと芽があるんですね。で、どうしようかな。結構ね、悩むところなんですけどね。こう取っちゃおうか。悩むところなんですけども、ちょっとね、花瓶に刺したいんで、下の方から花を剪定します。ここにも芽あるんですね、これ。ここにも芽ある、ここにも芽あるので、ちょっと花瓶に刺したいんで、ここら辺でいいかな。ここら辺でちょっと剪定します。花の剪定です。ここです。目の上。ここでします。はい。こんな感じで花を剪定しました。剪定したやつはね、花瓶に刺します。こんな感じでね、もう花を切っちゃいます。ここにこう、ストンと。まあ、一輪しかありませんけど、一個だけ、やっときます。で、これで花の剪定完了です。あとはまたね、こちらからね、つぼみ出ると思いますので、それを楽しみにしています。今からですね、ミニバラさんの花を剪定したいと思います。ほぼね、もう満開っていう感じなので、もう花摘みした方がいいかなと思ってます。で、花摘みなんですけども、とりあえずはどんどん花首から切っていきます。こんな感じで、とりあえずは花首切って、あと最後にね、ちょっと一つ一つ、丁寧に剪定していきたいと思います。とりあえず花首切っていきます。
応こんな感じで切っちゃいます。そうするとね、その下にね、見えてくるものがあります。目ですよね、目。なんで、あなたにね、その、ここに目あるんですよね、これ。で、今ここで切ったんですけども、この目を生かすのに、目の上からさらに切ってあげます。こんな感じでね、見てあげると、逆に見えたりするので、最初に鼻のところを切って、その後で、目をね、確認した上で、さらに深く切ってあげるみたいな。まあ、深くって言ってもそんな深くありませんけども。そんな感じで切ってあげた方がね、確かかなと思います。いい感じですよ。切れてます。これだね。こんな感じで。切ってあげると、さらにいいかなと思います。あ、でもこれは切ってるね、ちゃんとね、切れてるね。ついでに枯れっぱも、これだね、これ切ってないね、これ切ってません。こんな感じ、ここに目あるよね、うん、一度切ってね、その後で再度切ってあげるとわかるかもしれませんね。これはいいかな。あ、これは新しいの出てるね。うん、まあこんな感じで切ってあげればいいかな。一応鼻の剪定なんで、そんなに深くは切りません。枯れっぱるね、枯れっぱ。枯れ枝もね、もうついでに切ってあげよう。ちょっと葉っぱ黄色いとこもあるんだけどね。これは？ああ、これ新しい芽出てるね。こっちだけ切ってあげよう。新しい芽だけ残してあげて。うん。そんな感じかな。ここにね。この枯れたやつとかね、やんないとね。あ、これつぼみっぽいな、これ。うん。こんな感じでいいかなと思います。結構ね、落としたね。落とっちゃいましたけどね。まあ、いいんじゃないですかね。逆に、枯れ枝は切って。枯れ枝切って。枯れ枝は切ってあげないと。葉っぱもね、あんまり良くないのを切った方がいいしね。こんな感じで。うん、いいかな。枯れ葉っぱ、枯れ枝、今ちょっと切ってあげました。あとは、花を剪定したところだよね。これダメだな。これはこう切んないと。つぼみ、出たところ？つぼみは出たのはいいんだけど、つぼみじゃねえわ。新芽が出たと、新芽がね、出るのはいいんですけども、新芽出てもね、ダメになってんのが、これダメだね、これ。これ。あ、こっちか。これね、つぼみになったんだけど、これはね、もう、咲いたとみなして、これ。咲き終わったということで、そういうふうにみなしちゃいます、このダメになったやつは。つぼみがね、なんかもうダメですね。これはね、同じく、花子剪定のように。切っちゃいます。こんな感じで。つぼみがね、せっかく出たんだけどね、ダメでしたね。それはね、もう仕方ないんで、そういうやつは全部、花が終わったということを、同じようにね、
あの鼻を剪定、しちゃいます。結構ね、あの一回水切れ起こしちゃったんで、どうしてもね、そういったのが、こういった葉っぱがね、ついてます。本当はそれもっとね、早くにね、処理してあげるといいのかと思うんですけどね、なかなか時間もないし、できませんでしたが、まあ、一応少し様子見てから、落とそうかなっていう気持ちもありましたんで、まあそのようにしました。うん、まあいいかなと思いますけどもね、こう取れるんだよね、もうね、枯れてるやつは。まあこんな感じで、いいかなと思います。まあこれでちょっと花の剪定、あ、1個だけ残ってるね、うん、まあいいや、1個だけ残しとこうか、花。まあこんな感じで、花の剪定しました。あとまたね、新芽が伸びて、花を咲かしてくれるかなと思います。大体こんな感じですかね。今ですね、再度、確認しまして、再度、剪定しました。ここで言うとね、ほら、このつぼみありますよね、これ。見えるかな?つぼみありますよね、ちっちゃいのが。このつぼみあるところから切り戻します。ほら、これもの字。ありますよね、つぼみ、これ。こういうね、つぼみのあるところからね、再度切り戻します。ちっちゃなのあるんで、すべてありますよね。ほら、こう。そういうあるところ、までね、見えますよね、ほら。あるところまで切り戻してると、花子剪定絶対大丈夫です。次回ここから伸びて花咲きますんで。先ほど一旦切ったんですけどね、再度こう、慎重に見ながらね、切り戻しました。これで本当に完了です。